最強森保ジャパンザックジャパンみたいになりそう。日本代表、ザックジャパンの時のようにワールドカップ予選や親善試合で手の内を全て見せちゃったので、対策されて本番何もできませんでしたということにならないといいんだけど、本当に大事なのはワールドカップ本番。今のうちから飛ばしすぎないようにしてほしい。これ、キングオブこれ。まさにこれ、レオザさんが言ってたようにあまり手の内見せすぎるのはもうやめよ。そもそもの話として、アジア杯でイラクやイラン、カタール杯でコスタリカに負けたのは手の内を晒しすぎたからじゃないのか？笑い。同感です。ザックジャパンはメンバーも固定されて成熟が早かったのでね。パラ五輪世代の台頭を期待。長谷部、内田の怪我、協会からの圧力での大久保招集さえなけりゃベスト8いけたやろ。森安のサッカーなど、即興で個人個人がアドリブして噛み合うか、噛み合わないかだけなんだから、手の内なんかない。森安は最終予選の時は戦術なんてそこまで考えてないと思ってるからそこは安心してる。本戦では本戦の戦い方を用意してると思う。むしろ見せまくって大差で勝ちまくって、次の大会で再現されるんじゃないかという警戒感を高めさせればよい。何があってもポイチのサッカーの基礎はディフェンスだから。この即興にかかってる、